747スーパータンカーベングリオン国際空港からの離陸747スーパータンカーはアメリカのボーイング社が製造していた大型航空機ボーイング747をエバーグリーン国際航空が空中消火活動用に改造し所有運用していた航空機である21世紀に入ってからのアメリカでは山火事が相次いで発生しており 規模も大きく深刻な状況であった。こうした山火事の消火は、地上からの消火活動では限界があるため、航空機から水と消火剤を混合した消火液を投下する空中消火が主な手段である。しかし、空中消火器として使用される航空機は DC-4 や P-3、AC-130 といった輸送機や旅客機を経た、 経年機が多く、2002年には空中消火活動後に急上昇した C-130 が空中分解するという事故が発生した。同様の事故が何度か発生したことを受け、空中消火器として使用される経年機の使用が禁止された。その結果、ヘリコプターか小型機くらいしか空中消火器はなくなった。一方、かつて p 2トを使用した 空中消火事業を行っていたエバーグリーン国際航空では山火事の深刻な被害を見て再度空中消火事業に参入することを決定した。再参入にあたってそれまでとは違う強力な空中消火器を使用することになり登場したのがスーパータンカーである。2007年11月18日滑走路上のスーパータンカー2004年2月19日に 機体番号 N470EV として1号機が初飛行した。2号機の機体はボーイング747から132を改造した機体番号 N479EV である。2004年3月から4月にかけて行われたテストでは37,900リットルの水を10秒程度で投下することができた。2006年6月までに エバーグリーン国際航空は液体の空中散布装置の設置やアメリカ連邦航空局の証明取得に向け4000万ドルを投入した。同年10月に証明書が交付された。スーパータンカーに搭載可能な消火機の量はそれ以前に運用されていた P-3A の約7倍の量である。機体のタンクは複数の区画に仕切られ、おののから連続して 消火液を投下できる構造になっている。アメリカンフットボール競技場の幅で5トル超に渡って散水できる。巡航速度は時速9 7 0トル2009年、フランスシャトール空港でデモンストレーションを行った際のスペックは、機内の8つのタンクに約76000リットルの水、または消火剤を積載。 タンクに満水にするために必要な時間は30分というものであった。それまでの空中消火器では高度200メートル程度まで降下した上で消火液を投下していたが、ボーイング747ではそこまで低高度の飛行を行うことは難しいため、高度約3000メートルの高度から時速260キロメートルで消火液を投下する方法を取った。FAA が 危険性として指摘したことは、森林警備当局が水ではなく、炎症を食い止める薬剤の使用を求めたことにより、積載重量の増加、機体への影響という懸念であった。航空機操作の乗務員のほかに、2階席に消火活動のための5名の要員が登場する。そこでは、消火活動の指令やコントロール、地形分析、自己監視、ビデオ記録と通信の操作を行う。 運用に必要な滑走路上は2400メートルと想定されており、加えて補給施設が用意された空港であれば、どこからでも出動することができる。エバー・グリーン国際航空は基準を満たす空港として、いくつかの空港を特定している。2010年12月5日、イスラエル・カーメルさんの森林火災での活動を2009年7月22日スペインクエンカ県での 消火活動が最初の活動である。同年8月31日、アメリカ・カリフォルニア州で発生した一連の山火事では、オークグレンでの火災に出動した。当時、カリフォルニア州森林保護、防火局との連絡が必要になった場合のために、カリフォルニア州サクラメント郊外のマクレラン空港に応答可能な状態で配置されていた。2010年12月5日、 イスラエルのカーメルさんの火災では他の国際的な消防機関から派遣された機材と自民と共に活動した。2011年6月9日、アリゾナ州ワーローの山火事に投入されたが、その時点で1570平方キロメートルが焼かれており、炎症を食い止めることはできなかった。スピリット・オブ・ジョン・ミューは2016年11月30日撮影日本航空時代の JA8086 エバーグリーン国際航空は2013年12月に運航停止、その後倒産、解散したが2016年に空中消火事業を受け継ぐグローバルスーパータンカーサービスが発足した。エバーグリーン国際航空が利用していたボーイング747から400バイト CF を空中消火機、 スーパータンカーへと改造し2016年からテスト運用を開始2016年11月にはイスラエルでの火災に対応し2017年2月にはチリの山林火災にも出動している2017年からスピリット・オブ・ジョン・ミューアの愛称で本格運用を始めたありがとうございます